これ、ちょっとこの何、松野慎一36歳、今年まだ1回もセックスしてません。バカ野郎、34歳で4年以上セックスしてない。これ、どうもどうも、ジェリーです、どうぞよろしくお願いしますっていうことでね、これなんて失礼なこれ出だしなんでしょうっていう、これもう勘弁してよねって。いや、厩務員さんはここまではまだ大丈夫だから、ここはもう、ここは完全、ここはもう完全サンクチュアリだから、これ、おお、これさすがの厩務員さんもね、ここまでは無理無理みたいな、そうそう、あと、どうもーってことでね、よろしくお願いしますって、いや、マジでちょっとね、ほんとね、どなたかボランティア精神にね、たけた、これ、女子いませんかっていう、マジで、おー、いうことでね、まあ、今日は、うん、ちょっとね、思い出してみたいな、おお、思い出し配信みたいな感じで、実は、牧場から、うん、オノセファーム、うん、からね、牧場の方から写真をいただいてね、うん、写真、そうそうそう、え、厩務員予想とか当たってるんですか、あのね、聞いた、ほんとマジで、ちょっとそこ聞いた、マジちょっとね、見て、本当に、いや、もうネタじゃないからマジで、しかも誰も求めてないとか、配信者そこ求めてませんからね、なんで郵便番号書くんだよこれ、なんで急に郵便番号っていう、これ、え、そうそう、やばい、いや、やばいというか、もうやばいことまみれで、もうなん、どこがどこのことですかみたいな、本当に。おー、ということでね、今日は、デカパラちゃんのね、まあ、しばらくちょっとデカパラちゃんと呼ぼうか。おー、写真をね、みんなで見ていこうかなと。おー、まあ、その数はね、多くないんだけども、まあ、すでに、これなんだ、Google プラスか。Google プラスで、まあ、スマイネル軍団に入っている皆さんは、まあ、すでにご覧のことかと思いますが、まあね、入ってない、ちょっとこれ、もう、これスマイル軍団に入ってないとか、完全に非国民だよね、みたいな、そうそうそう、の方に向けてもね、やっていこうっていう。書くなよ、マンション名を。だから、書く、え、まあ、紙もやばいし、まあ、ちょっと、もうほんとね、まあ、さっきもちょっとチラチラ書いたけど、もう本当に、マジで、これ本当、まあ、ちょっとね、俺、行き急ぐようにね、本当ちょっと今日はやっとこう、みたいな、おもう完全に、なんで不正事なんですかねっていう、これ、うん、そうそうそう。完全にもうちょっとね、まあ、ほんと、まあ、財政というか、もうちょっと中国株がもうほんと死んでしまうっていう、これ、おー、もうほんと、もうこれはね、もうさすが、ちょ、笑えない、おー、ジェヌインターン笑えないってことで、もうこれ、もう無視だわ、これ、まあ、ちょっと、出た、この USA とか、これ、ほんとやめてっていうね、その一個前の書き込みのね、これ、漢字が読めないっていう、これ、おー、これ漢字が、風しか読めない、これ。風しか見ない、これ、あと、何これ、みたいな、そうそうそう、何か、笑えないから、そう、いや、そろそろ顔出しようぜ、ってことで、コントロールシフト C ってことでね、スマイルフラッシュ、どうも、消えた、これ、ちょっとスマイルフラッシュだった、消えた、これ、これ、新ネタやったのに、これ、どういうこと、これ、ちょっと、ベボンって何これベボンって。なんでこれ消えちゃうのっていう。いや、カメラ系じゃん。どうも皆さんこんにちは、ジェリンです。どうぞよろしくお願いしますってことで、ね。中国株消えてなくなると。何これちょっとこれ。あ、ベボンって何みたいな、これ。え、てか、スマイルフラッシュってね、ちょっと名前がどんどん変わっていくよね、みたいな、これ。そうそうそう。いうことで、ちょっとね、頑張って、あんまり面白くないとか、文字で書くね、文字でね、どうぞよろしくお願いします、ことね、ガチャーンっていう、これ。おー、面白くなくてもね、それ心に思って書かないこと、文字でね、っていうね。うん。そうそう、いうことで、まぁ、あ、ちょっとね、まあ、残念ながら、まぁ、あ、僕のね、僕ちゃんの、中国株が、まあ、死んでしまうっていうことで、おー、まあ、ほんとね、まあ、債権者の皆さんには、ほんと申し訳ないっていう気持ちでいっぱいっていう、おー、まあ、いや、フェブラリーは、ほぼ当たってたっていう、マジで。うん、それはもうちゃんと配信をね、最初から最後まで見てくれた人は、あ、ジェリーン、これ、馬券に外れて勝負に勝ったなっていう感じはね、まあ、もう、ひしひしと感じてると思う、マジで。おー、そうそうね、今来たこんばん、松の前の、スライドフラッシューということでね、ほんと、これはね、もうずっとやり続けようと思う、ほんとに。もう、笑うまでずっとやろうっていうね、そうそう、W でもう、画面が埋め尽くされるまでやろうって思ってます。はい、そうそう。うん、昨日あの後どうだったっけ、あの後って何だっけ、うん。あの後何もないよ。あ、特に何もないです、本当に。そのまま、まあ、僕のね、ちょっと債権者の皆さんにどう説明しようかって。まあ、ちょっと明日からそれでね、また、出かけるので、まあ、その前にね、もしかしたら俺その場でもね、もう締め殺されるかもしれない。いや、そうされても俺は何も文句言えない立場であるわけで、今。
だからもうちょっとね、せめてもうちょっと写真があるんで、それを皆さん見せてから行こうかなみたいなね、そうそう、松の前では髪型しかか、ちょっとね、髪型だけとかいうの、面白さもどうですかみたいな、これ、ね、ちょっと W これで、聞くな、聞くな、そこ、聞いたらな、もう台無しだよねっていう、それで、いや、エスポはそうだ、ワイドは当たってたよね、みたいな、だ、本当はね、本当はなんか俺わかんないけど、なぜかネット競馬に20丸、あのね、20丸で、なんだっけ、もうちょ、忘れた、もうちょっとな、もうね、馬名が最近出てこない、本当に。地方頭みたいな、これ。そうそう。300万。いや、全く当たってないですけどね。何も当たってないっていう。そうそう。異次元対決とかどこが。いや、異次元対決っていうか、異次元はもう本当出遅れすぎだねっていう。あそこまでとはね、思わなかったっていうか、そうそうそう。だから、グレープブランデー当たってるでしょ？で、ワンダーキュート、ワンダーキュートの俺ね、最初ね、印打ってたんで、本当は。本当は。ただ、テスタマッタがあそこまでね、つまずくとはっていう。マジで、そうそう、最終回になるかもしれないですね。場合によっては、そうそう。当たっ、いや、ほんと当たりましたよ。はい。予想は当たりました。ただ、馬券で負けたなっていう。馬券負けみたいな、そういう感じで、そうそう。やってまった。まあ、そういう感じですね。岩田康則やってまったみたいな、そんな感じだった。そうそう。対決じゃねえよ。対抗だよ、ハゲ。だから、漢字読めよ。だから、漢字読めないって分かってんだ。ひらがね書こうよね、みたいな、これ。そこよろしくみたいな、そうそう、ハゲてまった。それ俺ね、そうそうそう、いうことで、ちょっとね、中国株が、まあちょっと、死んでしまったみたいな、まあこれちょっと、あんまね、ネタにもならない、笑えない感じで、そうそう、もうこれは、もうちょっと、本当にね、俺本当にもう、ここでチャレにならないんで、どうにもこうにもね、いや、馬券モンスターは全然撃沈してないです。もう最終的にはもうプラスで、みたいな。ただもう本当に、今の俺のその財政状況言ったら、もうな、焼け石に水みたいな。本当に。マジで。もうちょっとどうにもならないみたいなね。マジでもう本当に。もう笑えない状況が続いております。そうそう。何が。いや、馬券で、だ勝負、本当予想はもう完璧だった。マジで。フェブラリーね。さすが、みたいな。さすが地方馬主、みたいな。そうそうそう。だ、そこは、いや、マヤはもうちょっとね、まあ、本当にもう迎えに行けない、みたいな。だ、ちょっともうね、そこ見とこば、あんまね、関係ない話だから、ちょっとささっと終わるんだけど、ちょっと皆さんにもちゃんとね、これを、見せとかなければいけませんっていう。ジェヌインね、まあ、皆さんね、もう本当にその、借金するなとは言いますけども、ワンチャンね、その、一般ピープルが、もうワンチャンするには、ね、これちょっと、まあ、リスクの高いところに全力で金突っ込むしかないと。それで、まあ、10% で借りて、で、100% で回すみたいな。で、90% 俺のものみたいな。そういうね、そういうことしかやっぱりね、もう夢見られないっていう。で、中国、金属、再生資源っていうね。まあ、そういうね、その、マヤがこれがいいよみたいな感じで言ってくれた、その、会社の株をね、買ったわけだよ、これ。もうだいぶ前だけどね、これね。そうそう、もう全力で。もうその時に、もう、まあ、その時まだ馬主になる前のからの話は本当ね、これ言ったらもうそうそうそう。で、そんな、まあ、中国株が、まあ、ちょっとね、まあ、簡単に言うと、ちょっと、まあ、粉飾みたいな。まあ、こんな感じでね、ちょっと、まあ、これね、中国金属再生支援、カウント、まあ、何のことをジェヌインみたいな感じになるかもしれないけど、ちょっと、とりあえずね、まあ、これはささっと流すんだけど、簡単に言うと、あと、何日だっけ。あとね、残り8営業日。はい。これ8営業日で、もう俺死んでしまうみたいな。そういう感じらしい。なので、これで、その27日が期限ということで、もうそこを過ぎて、もう、この取引が再開されなければ、僕の死亡が決定します。もう多分、お天道様の下はもう歩けませんね、みたいな。そういうことっていうね。そうそう。エスポ、おめでとうっていうね。そうそう。この背牧場の女の人は本当は馬買ってほしかったんじゃない。いや、それはね、だ買う、でも、買う馬いなかったと思うけどね。だ、今日もね、ちょっと映すけど、基本的に一緒に女の子でバーって走ってるあれ馬は全部ね、ほぼ園田。ほぼ園田で、ほぼ多分橋本先生が預けてる馬。橋本厩舎に入る馬ね。そうそう。3匹は、そう。あと2匹は分かんないけど、だから別に買ってほしい馬とかっていうのは特に、ね、あそこは育成の方だから、まあ生産もやってるって言ったけどね。そうそうそう。地方馬主。まあその地方もね、ちょっとどの地かしらっていう、そうそうそう。いうことで、あとはね、8営業日、だから27日に、まあ、が、まあ、ちょっと、最後、みたいな。まあ、そこまでに、だから、俺がもうほんとね、ニコニコでなんかね、もうほんと、ニコニコってニコニコ動画じゃなくて、笑顔で配信ができてなかったら、ああ、もうジェヌイン死んだな、と。
いうふうに思っていただければなと思います。はい、そうそうそう、いうことでね。うん、だから、でも、くしくもね、27日と26日がね、そのデカパラちゃんの誕生日なんで、そこまでは配信できるかな、みたいな、まあ、夢をね、希望してないみたいな、そうそうそう、うん、よしってことでね、はい、松野はいつも通り振る舞ってますが、内緒、もうね、めっちゃ怯えてます。はい、もう本当に、シャレにならない。笑えないんだから、本当に。だってもう、例えばね、例えば10分の1になっても、ね、10分の1になったとしても、残ってれば、ワンチャンで、また10倍になるかもしれないって、あるじゃん。でも、ゼロになったら、もう 0% なんだよね。もう終わりです。終わりなんだよ。終わり。笑えないよね、これは。そうそう。だから、終わるのかな、終わらないのかなっていうのが、残り8営業日です。この間に、復活、奇跡の復活みたいな、東海帝王の引退ですみたいな、奇跡の復活みたいななければ、まあ俺は死ぬっていう、そういうことです。はい。待つのきつい。まあきついですよ、ほんとね。きついですけども、ちょっと頑張ろうっていう。そうそう。何が死ぬ？いや、これはもうほんと、あと、8日間でも結果が出て、俺が死ぬかしない。デッドアライブ。デッドアライブ。だからそれみんな見といて、本当に。まあそれで、俺はもう終わるときはもうほんと多分、もうほんと猫のようにね、人影に、もう人に全然見られないようなところの影の方に行って、もうこそっと死ぬんで、もうそれはちょっとね、本当に8営業日っていうのをちょっとね、まあ目安に皆さん見てくださいっていうことで、そうそうそう、新しい株価を。金がないんだよ、だから。もうなんか金がないんだよ、だから。そうそう、ワンチャン、じゃあ、ワンチャンにかけるしんちゃん、ワイルドだろ、俺。もうワンチャンにかけるしか人生ないよね、ワイルドだろって、ほんとね、そこはね、かけるしかないんだよ、だから。マジで。だって、ね、その、安定的な、なんて言うんだろう。1億持ってる人が、ね、金利 3% で回して、ね、300万。それは簡単、誰でもできるよ。だ、金がない人って言ったら、もう借金して、そのね、借金したら利息よりも回して、差分を抜くっていう、それしかないよねって、どう考え方って、本当に。スリーロースの有馬記念、死んどるかな、それ。ラッシャーの、だから、死んどるかな、それ、完全に、二つとも。まあ、スリーロースは生きとるか。そうそう。え？じゃあ、グリーンジャンプ買うか。だから、もうね、気づいて、本当に、そろそろ、その、ジャンボ系。その、もうね、ドリームジャンボ？ノードリームだから、本当に。どこにその夢があるんだよっていう、マジで。今まで見てきたろっていう、マジで。そうそうそう。まあ、デッドアライブ。まあ、デッドですけどね。そうそう。まあ、いうことで、どうやら、これちょっとまあ記事を見る限り、カウントダウンに入りましたと。で、残り8日。8日で、俺は中国政府にこの会社もろとも、まあ抹殺されるかどうかっていうのがまあ決まるらしい。そうそうだ。まあそこでね、まあちょっと、まあどうなるかっていうのは、まあこう期待という感じです。はい。まあいうことでね、まあこれは今、罰ということで。写真を見ようか、みんなでね。そう、こんなしけった話をしてなくて、こう写真を見ようっていう、マジで。そうそう、一緒に園田でたこ焼きしよう。いや、だからもうそういうね、もう本当、もうそういう状況ではないっていう、27日がもう俺の、まあ命日になるか、もう本当ね、まあハッピーバースデーみたいな、むしろね、誕生日おめでとうみたいな、そういうことになるかもしらんっていう、いうことでね、まあデカパラ。デカパラ、デカパラ頼り。頼りでいいこれ。いうことでね、まあ、牧場から撮れた写真をみんなで、ね、ちょっと見てこうっていう、しようっていうね、そうそうそう、何がと、だからね、もう、いい、ドリームジャンボ、もはや、ドリームもなければジャンボでもない。はっきり言うわ、本当に。そうそうそう、もう無理だわ、あれは。もう気づけよ、そろそろ、みたいなね。いうことで。これちょっとね、初めて、ちょっとデカパラちゃんに、人が乗ったよっていう写真をもらった、マジで。カウントダウン DB の皆さん、こんばんは、松野慎一です。本名やめろ、本名は、マジで。そうそう、現実もね、せめてもうね、自分の大好きな馬を見て、ちょっとね、楽しいことだけ考えさせて死なせてくれよ、と。そういうことや、マジで。そうそうそう。いうことでね。デカパラちゃんに初めて人が乗ったよっていう。マジで、初めての写真。こっちとみんなで見てこと。めでたいね。めでたい。とうとうね、まあ、優秀なね、成績で、まあ、本当に、ね、この順地というか、トレーニングをこなすデカパラちゃんに初めて人が乗ったよっていうね。そうそう。何があったの？僕の持っている、借金して買った中国株が、粉飾決済で取引停止みたいな。まあ、時期に上場廃止みたいなね、で、死亡っていうことです。はい、そうそう。借金返せないっていう。デカパラも他人の手に渡るのか。まあ、まあ、最終的に、今はまだ俺の手だけどね。今はまだだから俺はまだ8日あるから、8日。ここ。夢は諦めないで、本当に。そうそう、そこまで俺もね、諦めないよっていう。ちょっと馬ですねっていう。だ、初めて、まあ、買った新馬なんだけどね。人が乗ったよっていうことで、その写真をみんなで見てこうっていう。デカパラに馬主の命がかかって。まあ、
こいつがね、ちゃんと園田に来るまで持てばいいんだけども、だそこはちょっとね、債権者の皆さんにも理解を求めつつ、まだこいつがいるっていうこの写真をね、だから、デカパラちゃんの写真をね、こうやって持ってって、こいつがねっていう、もし、まだ、いや、上場廃止とはね、まだ決まってないんだ。だから、こいつがねっていう話で、ちょっとね、明日からちょっと説得に回ろうっていう、初記事を。ありがとうってことでね、本当に。これを無事にこなしたってことは、まず競争場として一歩進んだってことだからね。そうそうそう。うん。物おじしない。本当ね、素晴らしい。なんて言うんだろう。全く問題なしと。うん。いうことらしい。嬉しいね。本当に。いや、だからこれがね、もうね、ブワーンってなってたら、もうどうにもならないわけだから、マジで。借金だけじゃんね。ほんと借金の額だけはジャンボでドリームだよ。ほんとね、信じられないっていうね、夢かしらみたいな。そうそうそう。デカバナに初騎乗とかエロい放送。だから、デカパラだから、まあ、デカパラでもないんだけどね。そうそう。まあ、名前は、皆さんのね、応募からこう、バシッとね、決めていきたいなと思ってるんですけども、そうそう。スマイル借金。もう勢いだよね。なんか、もう勢いだけで言ってるよね、みたいな。そうそう。ニートのブービーとダパンとソモリンさよならマッチャン。まあ、ほんとね、最終的にはニートを引き連れて、もうほんとね、まあ、森の中に消えていこうかなっていう。そういうふうにも思うよね。そうそうそう。今来た今日はお別れ。いや、お別れというか、まあ、そういうことになるかもしれないけど、まあ、少なくとも26日って、この子の誕生日がね、26日だから、うん。26、まあ、何もないんだけどね、別に何か、祝い事あるかしら、ちょっとわかんないんだけども、まあ、26日、なったら、まあ、ちょっとそこでね、なんか、誕生日おめでとうみたいなぐらいは、ちょっとやってあげようかな、みたいな、月曜日でしょ？月曜日だから、なんか、まあ、ネタがね、あればやりたいなとは思ってんだけども、そうそうそう、人が乗っても、けど、そうそう、全然問題なしみたいな。まあ、ちょっと動画じゃないからわかんないんだけども、そんなに、だから、もう、なんて言うんだろう、優秀すぐるみたいなね、感じは、する。まあ、逆にそこはね、おとなしすぎて大丈夫かなみたいな、上場向き、みたいな、そういうのがちょっとね、まあ、心配ではあるけれども、でも、俺の一つ思うのは、やっぱりね、このね、これ、まあ、ちょっとこれ見にくいけど、このね、やっぱ、ハビをつけたとき、この、まあ、あと、蔵乗せたときの、目つきがやっぱね、ちょっとクッと変わるんだよね、これ。これで俺はね、まあちょっと安心してるってとこもあるんだけどね。これと、ちょっと感動しないかみんなこれ。とうとうこれ、ちょっと何ビヨンってなった。これ、おちょっと我がデカパラちゃん、人乗って普通にちゃんとこれ立ってるよみたいなこれ。今ぐらいの時期が樹海張り痩せらしいぞ。そうか、やったどういうことだねそれ。どういうこと何がやっただよこれ。そうそう。心霊写真で奥の方に顔、ちょっと待ってよ、どこみたいなこれ。ちなみに、多分ね、この子も、園田橋本厩舎に入る。めっちゃ仲がいいんだって。名前忘れちゃったな。ちょっと今度また、厩舎の人に聞いてみます、これ。めっちゃ仲がいい。だから、いや、もうずっと見てんだよ、これ。お互いに。うん。俺、デカバラちゃんもこれ、まあ、目がね、これ、離れてるから、これ。ハイヒール、モモコみたいな。そうそうそう。だから、これ、ピューってこれ見てんだよ、これ、ピューって。で、どこ行くのみたいな。めっちゃ仲いいんだよ、これ。めっちゃ仲いい。うわ、右側に、ローバー。どういうことそれ。どこにローバー。ほんまや、みたいな。いや、うまこれ。うまこれ。そうそうそう。100人乗っても、大丈夫。稲葉かよ、それ。稲葉じゃん、それ。そうそう。競争場らしく、あ、ほんとね。いよいよね、ほんとに、ハミもね、クラム乗せて、人も乗せてっていう。ああ、いいだろ、これ、本当に。めっちゃ仲いい、これね。そうそうそう。これはちょっとちゃんとね、伝えとこう、みたいな。そうそうそう。前足の並びが平行に近いから。ね、ほんと、いや、君ね、よくわかってる、本当に。このね、やっぱりね、このバラン、この、綺麗にちゃんと足が伸びてるってこと。まあ、これちょっと別の写真もね、まあ、見せてもいいんだけど、ね、この子のいいところは、足がね、まっすぐ、ムービーとか、ジャパンはやっぱね、足がね、これ曲がってんだよ、やっぱり。形が良くない。うん。ぶっちゃけね。そうそう。まあ、だから安いんだけども。そうそう。だ、そこはね、ほんとにね、いいと思う。あと、まあ、このね、園田の小回りでもね、ちゃんと元気いっぱいしてる、このパーツの強さ、太さ、足がいい感じになってきて、ほんとにっていうね、そうそうそう。あっちゃんおはよう。うわ、なんでここであっちゃんやねん。おかしいやろっていう。そうそう。でかいけど足は持つのか。そうそう。だから、このね、デカパラちゃん、デカパラちゃん言ってんだけど、このね、パーツが結構ね、そのね、でかいっていう。まあお母さんもね、お姉ちゃんも当然園田の馬で、もう園田ケットだから、その辺のパーツの強さっていうのは大丈夫だと思う。そうそう。早く PC 送って、PC、これ、なんで君ら感覚やねんって、だからそれ。なんか PC 送ったら焼きで出すとかね、それちょっと、君ら感覚とはちょっと違うからね、これ。そうそうそう。いうことで、人乗せたよ、これ。マジで。立派にちゃんとね、やってるよ、みたいな、これ。そうそう、素質ね。ありそう。だからこいつがね、ちゃんと、園田に上がってくるまでを、ちょっと俺が耐えなきゃいけないんだけどな、本当に。債権者の皆さん、ちょっと、もうちょっと待ってくれませんかみたいな、そうそう、ね、ということで、でかい馬、でかい馬走るんだけど、まあ、でかい馬やっぱりね、故障も怖いんだよね。
お、そのしっかりとした足がないと。お、だその点は本当にこのパーツがちゃんとねしっかりしてるから、あの大丈夫だと思う。体もでかいし足もしっかりしてるということは、まさに地方のダート、もうそのダム機みたいな。お、だからこれはね、あのまあ頭も良さそうだし素直だしね、あの言うこともちゃんと聞くと、お、いうので本当ね、まあ期待できるかなとは思う。お、そうそうそう、ムービーにもそんなこと言ってる。ムービーどうですかっていう、うん、ムービーは足のまああんまりそのね形はそんなに良くないと。お、ただあのね柔らかさはねムービーはすごくある。うん、柔軟性。まあ言ってしまうとそのダム機じゃないっていうね。お、飛びもでかいし、うん、これちょっと完全にそのダじゃないよねみたいな、もうちょっと広い馬場でね、お、走った方がいいって。まあスピードはともかく芝向きとかそういう感じになるよね。まあムービーの場合はそうそうそう。ただもうこのね、デカパラちゃん、まあデカパラちゃんっていうのはおかしい。まあこういうの子、北山の子は。とにかく体つき、うん、まあ、血統もそうだけども、うん、もうこれはもう完全にその名向き、うん、だこれは本当安心感があるよね、うん、そうそうそう、この馬はゆっくり使ってや、だからもう全然ねゆっくり使うというか、こんだけねもうあの順地の時からみんなと一緒に見れて、本当に俺はまあやりたかったことができてて嬉しい、うん、ねこういうとこからね早くデビューしないかなっていう気持ちでこう写真一枚一枚をね眺めていくと、うん、これまさに馬主だよねこれ、うん、そうそうそう、うん、この前姉ちゃん重賞使って、あ重賞ね、あの園田のあのなんだっけプリンセスカップだっけ、ちょっと忘れたけど、あのこのレース勝てばチューリップ賞に行けるみたいな、うん、そうそうそう、だから言ってたけど、まあちょっと残念だったけどね、まああの笠松の馬に、うん、持って帰っちゃったけども、そうそうそう、うん、まさか今日の配信が本当にあるとは思うの。あ、今日はね、だからちょっとね、あの、身の危険を感じたのと、まあ、写真も来たから、ちゃんとこれね、見せるだけ見せとこうという、まあ、そういう感じです。はい、そうそう。うん、飯田、うちの厩舎にシンバは早く入れてください。で、ドキードキーってことでね、まあ、それは、あの、万が一俺が27日以降、笑顔で配信をできてたら、もうそれは全然余裕でね、入れますよ、みたいな、うん。そういうことですね、本当に。そうそう。うん、ムービー、あれは芝馬だな。まあ、体型とかね、飛びとか見てたら、まあ、芝の方全然ね、まあ、やれるなっていう感じはあるんだけども、やっぱ小回り向きじゃないよね。だから、怪我しちゃったみたいな。足がその、そんなにね、こう、がっしりしてる感じじゃないから、ちょっとね、小回りはやっぱきつかったのかなっていう感じはあるよね。うん、そうそう。うん、飯田厩舎の、なんで飯田厩舎、飯田厩舎だ、飯田厩舎。うん、深夜。だからね、それはもう、行くよ、もちろん。俺はもう、気持ちはもうね、前のめり。マジで。うん。だから、あとはもう本当に中国したいかな、みたいな。うん。まあ、遅かれ早かれ、今月中には結論出るから。うん。やっぱ井田先生にはね、無理っていろんなね、もう難しい馬ばっかり預かってもらってるから、これはちゃんと、その、ね、馬主としては、やっぱりいい馬入れて、その恩に、やっぱり報いなきゃっていう。それは当たり前だよなっていう。そうそう。この写真誰か撮った？これは、あの、牧場の人が撮ってくれました。うん。あの、メールアドレス交換したんで、あの、牧場の人が撮ってくれて、送ってくれたのを、俺が Google プラスに上げて、スマイネル軍団に見せてるみたいな、そんな感じです。はい。あの、これ、俺ちゃんの写真とかね、あの、高画質でダウンロードできるんで、そうそうそう。うん。で、さっきも言ったけど、この子が、この子も園田に来るんで、この子。俺の馬じゃないけどね。うん。この子園田に来て、あの、うちの、ね、北山の子とめっちゃ仲良しみたいな。おう、だから、どっか行くとすごいこう見てるみたいな。で、ここと首と首でこうなんかいつも出して、あの、お話してるみたいな。そんな感じだし、女の子同士ね、これ。おう、そうそうそう。ムービーはローカルの芝なら未勝利ぐらい勝てる。いや、未勝利、いや、未勝利じゃないけど、ちなみにね、2勝してるからね、ムービーね。おう、そうそうそう。だから、いや、本当に、なんかね、ムービーはまあ、ちょっとまあ、気象、まあ、ちょっと頭の悪さっていうのがね、今、非常に問題になってて、だから、その辺がまあどう出るかっていうのがどう出るかとかまあ悪く出てんだけども、まあなんとかね今まだまあ体調面もそうだし、まあ橋本厩舎は今いっぱいっていうのもあるからね、だから無理してまあ戻してっていう感じもその馬房の状態も考えるとまあないみたいな、ただ金を払うだけみたいなね、ちょっときついんですけどね、そうそうそう、中国白骨再生資源はどうなったの、もうあのさっきも言ったんですけど、あのあと8日8営業日以内に取引再開しない場合はあのまあほぼ上場廃止っていうことで、あの紙切れっていう、うん、まあ、いあの俺のその中国株にまあお金をお借りしてね突っ込んだまああの、数千、P100 万円が、うん、P1000 P100 万円があのまあ本当紙くずっていうことで、まあ完全にまあ俺まあ多分抹殺みたいな感じになるかもしれないので、ちょっと明日またその話を、まあ、債権者の皆さんにちょっとしに行かなきゃいけないので、ちょっとまあ、お休みをちょっといただくっていう感じです。はい、そうそう。うん、競馬場では会うことはないでカパラは C さん。ちょっと待ってよ、C さんとかこれ。いや、完全に、いや、そこは本当ね、まあ、わかんないけどね、まあ、本当に、まあ、ブレスだってあんな感じになっちゃったから、うん、そうそうそう。だから、わからないけども、でも、まあ、せめてね、
こうデビュー戦は見てやりたいなっていう感じはしてるんだけどね、ほんとね。いや、ほんとね、人乗せてもね、全く動じないというか、もちろん、ハミにもね、ちゃんとこう反応してくれるということだと思う、それは覚えてたらね。うん、そう、だから賢いと思うよ、ほんとに。そうそうそう。ニコニコ思いつハゲどうにかしろ。関係ないよね、これね。俺、しかも俺が今ニコニコやったらまだ考えるけど、これ、ユーストリームなんですけど、どうでしょうかっていう。そうそうそう。1100万円。いや、まあ、まあ、それでもきついけどね、まあ、もっとね、倍ぐらいあるっていう。そうそう。明日、いや、サボるというか、いや、もうこれ本当に、人生かかってるんで、もうちょっとこれはもう本当、斉藤さんにも言って、すいません、僕、ちょっと僕の、ちょっとまあ、不手際で、粉飾決済が発生しまして、みたいな、ちょっともうこれ、ちょっと死ぬしかないんで、ちょっと説明行ってきます、みたいな、それはちゃんと言ったから、マジで、そうそうそう、デビューは見に行きたい、いや、本当ね、まあ、俺が本当、死んだとしても、みんなちょっとね、デビュー戦見てあげてくれ、本当に。おマジで、もう、俺がそのね、この、中金再生、ね、中金再生と、共に死んだら、もう本当に、まあ、終わりなんだけど、まあ、その馬は多分生き残るから、それはちょっとみんな応援してあげて、本当に。そうそうそう。だ、そうそう。書いてある通り、これね。取引再開は無期限に、国有企業の、この同社買収失敗の確率大。だし、買収ができるかできないかは、とにかくそのね、8日以内に取引が再開されなければ、できないの。2200万。まあまあ、そんな感じかな。そうそう。サイちゃんかわいそう。ね、残念ってことで、本当に。そうそう。お前、転職どうなったの？それ、就活はしてるけどさ、そもそも、もうお借りしたお金がゼロになっちゃうっていうね。いや、ちょっと減っちゃったよっていうのだったらね、かわいいね、みたいな。それで済むだろう？だからそこじゃ、なくなっちゃったって言ったら、これはちょっとね、本当、死ぬか？みたいになってしまうんじゃないかなっていう。その説明をしなきゃいけないっていう。そうそう。デカパラ初勝利の馬券、お前のお墓にお供えして、ありがとうっていうね、そうそう。家族に置いといて、この、園田のこの、いつもの配信で、家族に置いといてね。そうそうそう。お前、バイバイ臭ってことで、そうそう、松野の自爆霊ポイントにうんこ、なんでうんこすんねんっていう、せめてなんか黒霧島まで置いといてくれっていうね、そうそうそう、まあいう感じでね、まあ俺の話はいいんだけど、とりあえず、こんな感じで、バッチリ馬乗ってるよみたいな、デビュー戦からバンバン練習してむちゃくちゃ稼いだから、いや、だから俺がそこまで持てればね、ちゃんと続けば別にいいんだけども、ちょっとまあそれはちょっと債権者様のね、ご理解が必要ですよねっていう、そうそう、まあこんな感じ。どうよ、これ。ね、これ、見てこれ。俺がさっき言ってた、このね、くらつけて、まあ、人も乗ってるし、これ、目つきがね、ちょっとね、これ、ちょっと、まあ、あれなんだけど、キュッてなんだよ、これ。これが大事だと思うんだよ、やっぱね、これ。これ、ナムナム、殺すな、殺すなっていう。そうそう、これね。お前、借り出す額が少ない。借り出す額が少ない。どういうこと、これ。いや、貸してくれよ、じゃあ、これ。ちょっと金、頼むわっていう。そうそうそう。チンパンボンバー払い。なんでそれが出るねんっていうね、そこで。そうそうそう。これ、このね、目つき。このね、くら乗せて、この歯につけた時の、このね、まあ普段はね、このおとなしい感じなんだけども、こうなった時にね、これキュッてなんだよ、これ。キュッて。マジで。おう、り、な、りりしいやろ、これ、りりしいやろ、これ。おう、ここ、マジで。おう、ちょっと、もうちょっとね、これ、ピントがあったらね、最高なんだけど、おう、これなんだよ、マジで。そうそう、うまそうな肉してね、食うな、本当に。他の文句や、他のもん。わざわざ、なんでうちの馬ばっか食おうとすんねんっていう。そうそう。写真。いや、まあ、写真は多分これ、携帯撮ったんじゃない？多分ね。そうそうそう。だから、それは、別に、もうね、もう写ってるだけで十分ですよ、みたいな。そうそう。毛色、これ、影。だ、普通に、普通の、影です。だ、お母さんにかな？お母さんにだと思う。そうそう。ね、影でも濃いから、まあ、まだまだ成長するのかなみたいな。まあ、だんだんこう、白っぽくなってくると、競争能力終わりみたいなね。そうそうね。スピードワールドね、もうデビューした時から終わりみたいな、そんな感じだったけどね。そうそうそう。だから、1億貸した相手は潰せない。どういうことっていうね。そうそうそう。いや、1億も借りてないけどね、さすがに。いや、1億借りたらもう、速攻でディープサンクみたいな。そうそうそう。写真が松の、どういうことや、それ。どういうことやって。俺写真ちゃんと結構撮ってるね。そうそう。肉屋がうまそうな肉の馬は走るって聞いて、どういうことっていうね。ちょっと意味がわかりませんって。そうそう。ハゲじゃない。言うと思って、影、鹿の毛。まあ、一番ノーマルなやつだよ。その中でもね、結構色濃いからね。まあ、ちょっと、冬毛ボーボーっていうのもあるんだけどね。そうそうそう。デカパラのやる気スイッチオンの。いや、本当に、この子は、いい感じの、メリハリがしっかりした。だから、無駄なところでムービーみたいに、始終、はぁ、って言ってる感じでもないし、ね。まあ、一時期のブレスみたいに、本当まあ、あいつの場合はちょっとね、本当まあ、血がね、心臓がしんどかったんだけども、まあ、ちょっとしんどいっていう感じでもないっていう。
だ本当にね、実力を毎回出し切ってくれるっていう、まあそもそもの潜在能力は、まあさておきだよ。力は出し切ってくれるかなとは思ってる。マジで。そうそう。買った黒猫の写真。買ってないから黒猫は。それはここの牧場の飼い猫だからね。そうそう。とちくりげっぽいね、今の時期。あ、そうなんだ。そうなんだ。おう、そ、いや、そんな綺麗じゃないけどね。ちょっとボーボーだから、本当に。冬毛でね。そうそう。次は園だから、足毛伝説作るので。まあ、足毛ね、一応スウェプトなんだけどね、父親は。だから半分の確率で、まあ、半分だっけ？足毛が出てもね、まあ良かったっていうのはあるんだけども、そうそう、まあ影でしたっていうね、そうそう、まあ足毛はね、なかなかこう、馬体も見づらいっていうことでね、その辺、張りとかはね、まあ、調教師の先生とかどう見るのかなっていうのはあるんだけども、まあそれは足毛を狙いに行くというよりも、まあ、選んだ馬が足毛だったっていうんだったらね、全然いいけども、そうそうそう、まあ結構、だから、エンドスイープって足毛だっけ？エンドスイープの子はね、やっぱり結構地方で走ってるから、3点の力入ると高いからね、だからそういうのを狙っていったら、まあいずれね、そういう馬もあるかもしれないっていう、そうそう、ムービーはしょうがないだろう、勃起治っただけでも、勃起治っただけって別にあれはもう、むしろ健康だよね、みたいなね、むしろ健康だよね、みたいな、そうそう、だからまあムービー、まあとりあえずね、足の勃起の方がね、ちょっと治るかなみたいな、そうそう、ムービーでもブレスでもないから、ダバンか、どういうことって、まあ、ジャパンがとりあえず、今頑張って走ってくれてるけども、まあちょっと、ね、ジャパンの場合は限界がちょっとね、まあ足が遅いっていうところがあるんで、まあどうしようかなみたいな、まあまあ、初々しいよな、本当に、ね、もう、まだ全然ね、これもちろん、ジョッキーじゃないから、もう、アブミも長いけども、まずはこっからよ。おう、で、もうちゃんとね、こうちゃんとはみで、止まれって言ったら、止まれたら止まるし、ね。で、行けって言ったら行くっていう、こういうのを、こう、まあ、ブレーキングやりながら、今度は、なんだっけ、ダッシュは、ちょ、忘れたけど、そういうのを、覚えていくわけだよ。そうそうそう、ね、楽しみ、本当に。そうそうそう、ね、足毛は劣勢だから、基本は4分の1の、あ、そういうことか。劣勢だから、お父さんとお母さんと、足毛ってあったら、足毛になるのか。ね、なんか、俺も言われた、なんかね。だお父さん方とお母さんに、ハゲハゲってあるから、ハゲの、ちょっと待ってよ、それ、みたいな。ね、確かにハゲが二人いたっていうね。そうそうそう。ちょっぱげ、やかましわっていうね。そうそうそう。ね、ウィウィーっていうことで、よう、ハゲちゃんマンは、これ、どういうことやねんっていうね。ハゲハゲ言うからハゲるんだよ、みたいな、これ。ほんと、ね。ハゲ言う方がハゲじゃないみたいな、そういうとこもね、ちょっと考えてよねっていうね。そうそう。まあ、人を乗せれてよかったな。なんか目標が低いなっていうね。そうそうそう。まあ、でも、ここがスタートラインだよ、本当に。やっぱね、ただの動物から、一応ね、その人を乗せる動物に変わりましたと。めでたいよな、本当に。な、めでたい。ハゲハゲ言うなって、だからね、キャリーパミュパミュってね、これ言いにくいなっていうね、そうそう。スマイルフラッシュってことね、そうそうそう。脳研通ることを祈るよ、そろそろ本題行こう。いや、もう本題行こうだから今本題言ってるんだけどね、そうそうそう。まあ、脳研はもうもちろん、こっちに来てからだから、とりあえず今のスケジュールで言うと、厩舎の人から聞いた話で言うと、とりあえず来月、いわゆる兵庫入り。来月兵庫に入るから。ふさふさ。冬毛の方ね。そうそうそう。まあ、この髪の毛もあるけどね。別に、そこは俺にから遺伝しないから、そこは。そうそうそう。これマジで強い。いいこと言ってくれるね、ほんとね。だから、そこまでなんとかね、命つなぎたいなと思ってます。そうそう。松の講習を書くと走る気を失う。どういうことやねん。だから、いや、歯は磨いてないよ、そんなに。そんな、毎日磨くやつとかいないから、だから、そこは分かってるっていうね。そうそう。ハゲだからハゲって言われるんです。何そのバカだからバカって言うんです、みたいな。ちょっと、そこはオブラートに包んでよね、みたいなね。そうそう。スマイル、なんだ、スマイルと、なんか違うのついてる、これ。ちょっと。なんか、三浦がこれ、なんかくっついてんだけど、これ。そうそうそう、いうことで、まあ、なんとかね、まあ、人を乗せて、うまくいけてます、みたいな。これはちょっとね、まあ、いきなり外で走るとあれなんで、その、馬房の中で、これ、ぐるぐる回ってみましたっていう。これね。これすごくない？みたいな、これ。そうそうそう。これはいつのレースなんじゃ？6月末から7月頭ぐらいだと思う。最速でね。そうそうそう。毎日磨く。いや、磨かないだろ、それは。いや、それは、綺麗好きをアピールしたのわかるけど、基本3日に1回みたいな。そんなぐらいだよ。そうそうそう。馬体詐欺という馬もいることは、まあまあ、そういうのある。そこまででも馬体そんな良くないけどね。そこを言うほどね。なんかシンボリクリステース、全部馬体よく見えるよね、みたいなね。そういうのほどはないけどね。そうそう。まあ、スウェプトです、そっちの方は。馬の歩様は早いのに、待つのは進歩して。ちょっと待ってよ、これ。歩様って進歩か、これ。まあ、チンポはね、成長してますけど。そうそう。渋かぶった。どういうことっていうね。ちょっと、もはや意味がわかりませんっていう。松野くん5万貸して。ちょっと完全ネタじゃん、これ。
こ完全に三浦バイルズじゃん、これ。ちょっと、やめてよね、みたいな。松野がそこまで生きてる。いや、そう、だから俺がなんとかここまで生きなきゃな、みたいな。そこは思ってる、だから。うん。なんとかね、だから、この子が一生懸命、ね、これちょっと、活躍してくれることを祈りつつ、みたいな、マジで。もうせめて、兵庫に来てくれと、そこまで、まあ来月ね、来月。だからそこまで、本当にだからね、ちょっと、カレンダーで言うと、27日が俺、これあの、なんていうの ?27 日が、あの、X デーだから。おう。あの、その中国株がどうなるかっていうのが決まるのが27日。まあ、その前にも決まるかもしんないけどね。うん。そうそうそう。え?じゃあ、毎、半年生き延びないと。いや、半年どころかね、もう一生行きたいみたいな。おう。行きたいんやっていうね、本当に。マジで。頑張るよっていう。そうそうそう。うん、来た瞬間、うんことかち。ほんとね、このね、何なんだろう、一体これ。ちょっと、あのね、まだ大丈夫だと思うけど、もしかしたらね、これ、時間帯とか場合によっては、これ、旧社の皆さんとかもご覧になられてるかもしれないっていうことをね、皆さん、自覚を持たないとみたいな、そんなとこで、パッて見たら、自分のね、まあ、要は担当してる馬の馬主が、うんことかチンコとか言ってた、これ、幻滅するでしょみたいな、マジで、R1 見てる暇あるなら働け。いや、それはその通りだと思う。うん、それはちょっとね、あの、すいませんとしか言いようがないんだけども、ただ、俺はね、俺は、もう今ちょっと、働こうが働かまいが、もうほんとね、そのくらい、もう誤差みたいないう状況になっちまう。どんだけ働いてもこれもうちょっと、もう、回収不能みたいな、まあ、重大なね、その、まあ、自分の、ちょっともう大変なことになってしまったっていう、マジで、どうすんだよ、みたいな、マジで、下品で。いや、だから下品にしちゃわないで、みたいな。書かれると読んじゃうよね、みたいなね。そうそう。うん、また北海道行こう、DJ の先輩の連絡早めにね。いや、早め、したんだけどね。だいぶちょっとまあ、完全にちょっとね、予定が合わなかったみたいな。そうそう。まあでももう、帯広は行かないかな。だって馬いないもん、もう。うん。多分この子も、だから来月になったら来ちゃうし、こっちにね。そうそうそう。まあ、札幌あるかもしんないけどね。まあ、セリとか。うん。え?松野なんでハゲてるの ?DNA ですね。はい。刻まれたもんです。はい。こんなクソ放送。ちょっと待って。クソ放送見ないと俺もね、思ってた。マジで。その通りだ。俺もね、そんな、まさかね。まさか、こんなね、その、インターネット配信とか、まあ、そんなね、何千個あるんだよ、みたいな。おぉ。まあ、みんなよね、と思ったらね、あの、やっぱニコニコ生放送って怖いよね、っていう。まあ、だから、ユーストは別に問題ないと思うんだけど、ニコニコはね、見ちゃうよね、みたいな。おぉ。別に、俺の放送に興味あったわけではないんだよ。大体みんなも気づくだろう。大体その出先で、まあ、スマホとかで、ね、ちょっと競馬見ようかしらと思ったら、大体ニコ生しかないんだよ。で、誰かこれね、ミラーやってないかなと思って、パッと探したら、競馬って検索して、たまたま引っかかってきたのが、もう、俺だったみたいな。そういうこと?本当に。まあ、それは、もう、ね、考えたらもうちょっと頭回したらよかったみたいな。うん。ジェヌインの馬主生活見てるとドラマ見てるみたいやわ。まあ、あの、基本的には、あの、ノンフィクションですからね。どっちだっけ?フィクション?ノンフィクション?まあ、わからん。あの、要は事実ですから、これすべて。うん。だから、一個だけ、まあ、そう、ドキュメンタリー。ね、これ、ちょっとまあ、あの、話、ちょっとね、まあ、今日、実は、まあ、そんなね、これちょっと写真、4枚の写真で1時間持たせようと思ったけど、さすがにちょっとね、まあ、あの、俺のスペシャルトークを持ってしてもちょっと無理だったってことで、ちょっと話変わってくるんだけど、あの、なんだっけ、そう、ドキュメンタリーっていうのは、もう唯一ね、そのね、この、まあ、配信、ね、テレビも含めた、そのね、番組という括りの中で、唯一、このね、ド素人が、この、ど素人がやっても成り立つものがドキュメンタリーなんだよ、これ。いや、それはだってね、やっぱ芸能人、その、それでお金を稼いでるプロの方々には、どんだけね、もう面白いことやったとしても、それはプロには勝てませんよ。うん。ただ、ノンフィクションね、そうそうそう。ノンフィクションのドキュメンタリーだけは、このね、ど素人がやることが、その、この感動を呼ぶっていう。おぉ。わかるでしょ、これ。だから、ビッグダディだよね、みたいな。おぉ。ビッグダディ人気ですよねみたいな。ね俺。ねこれ園田のビッグダディ。ね馬いっぱい持っちゃったみたいな。おう。ほんとほんと。そうそうそう。え舞踊出せ。なんで人の甥っ子のことを2文字で呼ぶなっていうこれ。おう。そうそうそう。だから、そういうことかなと思った。俺はそれはなんかね、すごく思った。で、何うん。ね竹をどうしたっていうね。そうそう。うん。なんで俺のね、マンション名そこで書くちょっと、その、ポイントがね、ちょっとわからないっていう。なんでそのタイミングみたいな。おそうそう。何がギガブータ。なんで人の甥っ子をね、なんかギガブーを4文字でまとめるみたいな、これ。おそうそう。えあれやらせ。まあ、最終的にやらせになってしまったか、まあ、いうのはね、残念かもしれないけども。やっぱそれはね、俺、あの、思います。はい。だから俺は、まあ、別に、あの、なん別になんかそのね、あの、馬を見てほしいからやってるだけなんだけどね。そうそう、ちょっと何を言うとしたか忘れてしまいました。はい、そうそう。しんちゃん大変左上に頭タオル巻いたマスク姿の不審者が、そんなやついる。
ほんまや、これ、ちょっと、墓が、これちょっとね、これちょっとね、ずらしましょう。これね、ずらせないんだよ、これね。クックって今ね、これ動かしてる、これずらせないんだよ、これね。あれ、X スピリッツっていうの変えたんでね。そうそう、昔は、なんかね、なんか、画面で、なんか、なんだっけ、SC、ちょ、忘れた、なんか、そういうのを使ってましたっていう、そうそう、センターハイム空き部屋あるから住みたいやつは入る。まあ、どうぞ入ってくださいね、どうぞ。まあ、よかったらうちにも遊びに来てくださいっていうね、そうそう、ビッグダディと違うところは女気が全くないと。まあ、女気ないですね、女気ないで、負けだけいっぱいあるみたいな、そうそう。ただ、まあ、ね、子供たちに囲まれて幸せみたいな。まあ、俺は、そのね、まあ、バツイチですけど、まあ、セックスさせてもらえなかったんで、子供いないですけど、もう、その代わりに、この、可愛い、ね、馬たちが、まあ、もう3、4頭いたのが、まあ、今3頭に減りましたけども、まあ、いる。そんな馬たちとの泣き笑いっていうのを、まあ、記録に残す。そして一緒に応援してほしいから、まあ、配信をやって、そういうのはあるよね、ほんとね。最近なんか、あれしょ、そう、なんだっけな、前にニコ生やった時に、なんだっけな、大家ですけど、松野さんが来てるから、木部屋が、ちょっと待ってよ、松野はね、もうちょっといますよね、みたいな、そうそう、また来てよ、これ、また。これ、もう何回来んの？ちょっとね、これ変えていい？これ、ピ。おー、これ、ちょっと待って、これ、これほんとね、いや、もしかしたら、これ、最後通行かもしれん。まだ開けてない、これ。これ、まだこれ開けてないし、これ。見て、これ。大丈夫かな、これ。これ最後通行かもしれんな、これ。なんか、退去届、大丈夫かな、これ。ちょ、行くよ、行く。これちょっと、行くぜ。ピ、開ける。あ、よかった、これ。普通に滞納届でした、みたいな、これ。あっとね、これ、出ていけ、みたいになるかと思った、これ。おー、そうで、松のハゲが盗撮するかい、どういうことやねん、だから。盗撮ってどういうこと、みたいな。おー、そうそう、何が。いや、だから、まあ、毎度毎度、これね、わかってる、みたいな、これ。ほら、おー、4万、みたいな。おー、これね。おー。いや、わかってるって、これも、わかった、みたいな、そう、言ったんだけどね、これ、また、気が向いたらね、払います、みたいな、そうそうそう、センターハイムだ。これ、伏せ字になってないの、これね、そうそうそう、何が、そうそう、払いませんって言ってるのよ、だから、今、それどころじゃないよね、みたいな、そうそう、だから、もうね、P1000、P100 万、溶かしてしまうかもしれないっていう、どうぞ、債権者の皆さん、なんて説明するんだよ、みたいな、これ。そうそうそう。マジで。いや、家賃払わないって言ってるんだから。そうそう。4万。で、いい部屋でしょ、これ。4万の割に。まあ、その4万払ってないけど、これ。ちょっと見る、これ。ね、ちょっとこれ。こんな感じ。ほら。まあ、なんもないけど、地べたに座ってるから、俺ね。こんな感じ、これ。まあ、ちょっと、角度がちょっとあれだけど、これ、こんなん。ほら。どうこれ？これ、君たちがこれね、見てみろ、この、俺な、パソコンこれ、コメントね、ここしかないんだよ、だからこれ、パソコンこれ、みんなわかるこれ、パソコンね、これ、こんな感じ。こんな感じいつもやらせてもらってます、これ。もうギリギリだろ、これ、俺。このノートパソコンのこのスペースを駆使して、皆さんにね、良い配信をお届けしたいみたいな、これ。何が？え？写真は、これ、うちのお母さんのことですか？みたいな、これ。ちょっと、なんでこれ、こんな感じか。お母さんすいません。またお金、貸してもらえませんか？みたいなね、これ。ちょっとね、もうな、もうね、顔向けがほんとできない、これ。どうすんだよ、ほんとに。ピント合った。マジで。なんとかね、何が？いや、話すことなくなった時みたいなね。そうそうそう。いや、マジ、ちょっと、どうするべみたいなね。また切れた、これ。まあ、ちょっとね、どうしても、このね、まあ、中国株がもうこんな状況なんで、もうなんでこれ切れるんだから、これ。ちょっと待って。どうしてこれ、どうしてこれ、何が、拒否反応ってことは、これ。なんで切れるん、これ。なんで切れるん、これ。もうちょっとカメラがね、これちょっと切れてしまったんで、ちょっと戻す、これ。戻すわ、これ。なんで切れ、もうな、ちょっとな、金をね、ちょっと家賃、何これ、USB デバイスは認識されませんって、これ。何なんだよ、これ、一体、これ。マジで。いや、ペポ、いや、困ったとか困ってないとかって、だってこれ、映らないんだもん、だって。映らないんだもん、だって、これ。バカ、マジで、これ。一回抜いたらいい、これ。ピュ。抜いた。どこ刺してみよう、もう一回。よっ。刺した。刺した。よし。来い。来い。じ
全然反応しないじゃん、これ。全然反応しないじゃん、これ。何が、ペボンゲーってなんでペボンゲーって。なんでこれ。抜いた。これなんだろう、これ。ゴミ？なんかゴミが入ってんの、この中。うん。マジで、え、抜き差しすると調子良くなるやつは、また届か、あ、届いた届いた、それ。届いたけど、だ聞かないんだもん、だってやってみようか、もう一回。これカメラ映ってないからね、これ、それを、その、どういうものか映ってないんだけど、ちょっとこれ抜き差してみるわ。うん。ちょっと抜き差してみよう、これ。よし。一回、ちょっと待って、これ、どっち向きだ、これ。下か、これ。よし。一、二、三、三回、抜き差した。おう。よし、差してみよう。プラグイン。回んのかよ、これ。回んのかよ、これ。全く何も反応しないんだけど、これ。ちょっと。何これ。何にも反応しないんだけど、これ。もうね、もはや何も反応しなくなった。もう一回。一、二、三、三回抜き差しろって書いてある。うん。三回抜き差しろって書いてある。よし。プラグイン。反応なしかよ、これ。もう、何にもこれ反応しないじゃん、これ。何これ、本当に。全く反応しなくなった、これ。マジかよ、これ。何が、もうカメ、もう、もう、もはや、カメラも映りません。ね。株は、上場廃止。ね。これ買ったなんか抜き差したら直りますっていうのも、直りません。ね。もう終わりだよ、これ、本当に。もう、あ、こうやって人間って死んでいくんだなって思うわ、本当に。もう、見てよ、これ、左上。何これ、カメラ、イズ、くそ。意味がわからない。どういうこと？え？一回パソコン洗って反応で。パソコン洗った時点でもう終わるわ、全体的に終わるわ。おー、そうそう。アナル入れてみよう。あ、そっか。終わるか。そんなこと、もうほんとアナルとか言わないで、ほんとに。こっちの、馬主の配信なのに、ちょっともうほんとに、いや、壊したのかな、これ。なんなの、一体。だって。なんなの、これ、ちょっと待って。だってさ、いや、多分ね、カメラはね、問題ないんだよ。だから、このね、この、何この、プラグ？なんだよ、これ一体、本当にマジで。おお、本当、ところで稼ぎ頭のジャパニーズ、稼ぎ頭ってことは、まあ来週、多分、うん。中一周で出てくると思うけどね。そうそう、奥さんの審判何か起こらないか、それ。いや、それはもう、それだけはやめて、本当に。おお、無事にとりあえずね、まあ、兵庫に来てほしいなとは思ってる。おお、そうそうそう、マジで。何なんだろうっていうね、これ。マジで。おお、なんかクソモモンガってなんだよって、だから、おお、そうそう、中腰で回転しながら刺せば映るよ。映るわけないだろ、それ。もう、なんかね、そのね、もう、おまじない系、ちょっともう、ほんと、やめてもらえませんかみたいな、これ。そうそう、ちょっとね、いや、じゃ、これね、ほんと、いや、なんで？もう、頼む、映ってくれ。もう、これ、頼む。映せ。せーの、ビュー。何のかよ、もう、何これ。これ本当にこれ、全くもうね、もはや、何これ、全く映らなくなったもん、これ。ほら。何にもこれ、だってさっきちょっと、映った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 、びっくりした、急に映った。はぁ、びっくりってことで、これ。何これ、なんかね、顔、近づ、もう、どういうことみたいな。ゆっくり来い、ゆっくり来い、ゆっくり。ゆっくり来い、ゆっくり。おぉ、何が、くせえってどういうこと、くせえってこれ。おぉ。なあ、急に映った。うん。おーし。映ったみたいな、これ。そうそうそう。何が。いや、ちょっと何これってか。いや、映ったよ、これ、マジで。え？マジハケしねえよ。なんで死ななきゃいけないのっていう。うん。まあ、ほっといても死ぬかもねっていう。うん。そうそうそう。まあ、いいこと。映ったってことでね。まあ、映ったところで何かあるのかしらっていうのもあるんだけども。そうそうそう。まあ、いうことで、まあ、今日はね、ちょっとこれ、写真をお届けした。どう本当に。これちょっと、ほんとね、順調すぐるみたいな。はい、入ったんで、半入って。本当話すことなくなったのに時間稼ぎました。ドキーみたいなね。そんなうまくできたらすごいんだけどね。そうそう。いや、マジででもこれちょっと、直し方知ってたらね、教えて、これ、本当に。いや、もうちょっと私はその絶対無理だから、これ。そうそうそう。あと7分。ちょっとね、7分どうしようかな、みたいな。そうそう。まあ、とりあえず、今度、兵庫にこのまま入ったら、またね、ちょっと、見に行ってきたいと思う。まあまあ、牧場だから、そんなにね、配信とかではないんだけども、ちょっとね、写真とか、
取りに行けたらなと思ってるんで、その辺でまた調整をしとこうかなと。そうそうそう、時間稼ぎ成功。やったーみたいな。どういうことだよ。だから、そうそうそう、直し方修理に。いや、だから、保証がもう切れてんだよ、これ、保証が。保証切れ。だってこれなんか、1年保証しかなかったもん、これ。1年保証しか。そうそう、これが松の最後の放送になると、あと、最後の放送にしてはなんかね、みたいな。そうそう、まあ、いうことで、ちょっとね、まあ、だらだらしてしまうの申し訳ないけども、ちょっとね、これ、まあ、デカパーちゃんの写真ね、これ、4枚。まあ、4枚だけだけども、Google Plus に上げてるから、よかったらね、見てくださいっていう。そうですね。ゴールデンウィークに押しかけて、まあ、ゴールデンウィークまで生きてるかなみたいなね。いうとこもあるけど、まあ、よかったらね、園田に来てください、園田に。園田に来てくれたら、うちの、まあ、走ってるんで、ね、一番嬉しいかなっていう。そうそうね。いいよ、OK。君らが勝手に許可出すな、みたいなね。そうそうそう。来週ジャパン出るとき放送する。来週は、まあ、ちょっとね、多分、放送とかしてたら、もうなんか多分、ゴルゴ30とかに後ろから狙われるぐらいな、そういう状況になってるかもしらん。マジで。ヒットマンがね、もう常々ね、なんかこう、このなんか赤いレーダー、ここにずっと狙ってるみたいな、こうずっとこう、ジューってなってるみたいな、そういう状態になってるかもしらんから、わかりません。けど、何もなかったらもちろん、みたいなね。多分ね、多分。でも曜日とかまだ決まってないから、なんとも言えん。なんとも言えんねっていう。ジャパン。いや、多分出ると思うよ。多分、来週ね、来週。今週は出ないよ。来週の、多分、まあ、火水木、どれか。まあ、C3 で一番弱いところに、井田先生入れてくれるかな、みたいな。もしかしたら1230あるかもしんないけどね、相手次第で。ちょっとまあ、そこは、井田先生任せようかなと思う。そうそう。本当にシャレにならないみたいだね。わ、わかる人は、まあ、わかるかなっていうところで。多分、俺が、なぜ今日ね、ちょっとこんなにネタなく、もういつも、俺、いつも段取り主義のジェヌインターン、なんでこんなネタないのにやってんのっていう、ちょっと、俺ももう本当にもしかしたらこれちょっと終わるかもしらんっていうところの、なんかこう危機感っていうのがあるんで、まあさっき言った、まあ現状をまあ話した上で、ちょっと明日、またね、まあ債権者の皆さんちょっと回ってこうっていう、そうそう、来週見に行こうかな。あ、ぜひね、来てくださいっていうね、そうそうそう、お前殺しても1円戻ってこないから。いや、だから、それはね、1円も戻ってこなくてもね、とりあえずぶち殺したいなって思うが、俺だってな、このな、かい、このなんか中国金属なんたら再生みたいな、まあ社長出てこいよみたいな、マジぶち殺したいぞみたいな、そう思うよだって。まあそれもね、同じ気持ちも多分思うよね、みたいな、そういうことだと思う。そうそうそうね、いつもですね、いつもですっていう、そうそうそう。何が、いや、別にいつも通りというか、まあ、俺自身が、まあ、それだったら別にいいんだけども、まあ、ただちょっとね、シャレにならないことになってしまったっていうので、まあ、まあ、でもな、俺はもう、ワンチャンまだあるかなっていう、でも決まったわけじゃないんだ、まだ8、8日あるから、8日以内に、株の取引が再開したら、俺の勝ち。俺の勝ち。8日以内ね、8日以内。これ覚えておいて、みんな。8日以内だったら俺の勝ち、マジで。そうそうそう。社長地獄で会おうぜハゲ。どういうことやねん。まあ、もう本当ね、お前も死んでくれみたいな感じやん、本当に。そうそうそう。8日以内に回復したら、俺の勝ち。これ、無条件で俺の勝ち。マジで。中国、金玉、な、最初、どういうこと、どこ、再処理してどうすんねんっていう、これ。そうそうそう。これが、生前最後の、まあ、そうなるかもしれん。もう、じゃあ、生前ってもう、本当にそのね、もう、なんか、もう、お日様の下歩きませんだ。USA 書くなって、あいつさえいなければね、本当に、なんか、グラナンとかっていう、グラウンコとか、いなければ、俺は本当に今頃、まあ、余裕で、もう本当に、いつね、こいつ来んのかな、みたいなね、北山の子来んのかなっていうような状況になってた。マジで。本当せえよな、みたいな。再開した時はツイッターまあ、配信するときはね、ツイッター流しますよ。そうそうそう。だから、まあ、あと8日以内に再開されたら、俺の勝ち。されなかったら、アメリカの勝ち。アメリカバーサス俺みたいな。そういうことだ、本当に。カウントダウン、876。いや、早い早い。早い。8日だから、日。秒じゃないから、そうそうそう。グラウコスだっけ。あ、そうそうそう、グラウコスリサーチか。ね、他のもんリサーチとっけ、みたいな。そうそう。ついてない。そう、ほんとついてない。もう、ほんとつい、なんてね、こんだけたくさんある。ね、もう今の目をつぶってでも株買えば絶対儲かるっていうこの時期にね、アベノミクスのこの時期に、なんて俺なんだっけ、下がるどころかゼロみたいな。上場廃止みたいな。みたいな。おかしいよね。なんでグラウコスじゃねんっていう。そうそう。USA vs HGA。もうハゲね、みたいな。そうそうそう。出口見えないトンネルは地獄の一方通行。いや、だから本当に、まあ、遅かれ早かれ、あと8日だから、この8日で、もう結果が出ると。
これダメ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 だからね。もう終わりみたいな。熱狂的な USA。まあ、熱狂的な USA ファン、アンドも俺をとにかく死んでほしいみたいな。もう、本当お前はもう抹殺したいみたいな、いう風な心から思ってる人じゃない？そうそうそう。まあ、ずっといるからね、本当に。ずっと。そうで、お前だけハゲ飲みくそ、うまいこと言うなよ、みたいな、これ。そうそうそう。最悪、最悪、だ、俺が死ぬってことです。はい。まあ、本当に、まあ、死んでお詫びします、みたいな感じ。だって、もうね、おったってこれもお金がね、ほんと、まさかね、いや、減ったよ、めっちゃ。だからその、まあ、馬代のために、ちょっとこれ、じゃあ取り崩しまーす、みたいな感じで、もう減ってるよ、減ってるのは減ってんだけど、ゼロはあかんやろと。ゼロってゼロだからね。丸みたいな、丸みたいな。だからこれ、回復不能ってことになるから、まあ、それはもう本当に、まあ、すいません、みたいな。もうちょ、無理みたい。そろそろ締めてていいし。もうちょっとね、締めるってこと。まあ、とりあえずね、まあ、本当に順調、馬は。ただな、ちょっともう、なんでこれ全部ね、まあ、すべてがうまくいくってことやっぱないのかな、みたいな。だからもう本当ね、ちょっとその辺でも、もしかしたらもう、まあ、死んでお詫びみたいな、感じになってしまうかもしれんけども、ただ、なんとか、まだ俺は8日間まだあるから、そこの間はちょっと頑張っていこうみたいな。挙式は真っ白な服で行ってやるよ。まあ、挙式というかね、これ葬式ですかみたいな。そうそうそう。ちょっともう漢字が読めないっていうね。そうそう。白鶴ね。丸みたいな。丸みたいな。まあ、ゼロみたいなね。そうそうそう。まあ、ただ、8日、この間に復活したらもうね、俺爆笑しちゃう、本当に。もう爆笑で、本当ね、配信やろうかなと思ってますんで。はい。またそしたら見てくださいってことで。はい。じゃあ、お願いします。ねってことでね。まあ、ちょっと今日はすいません。今日はごめん。今日はちょっとね、もうちょっとただちょっとね、本当に何もないのに話してしまいましたってことで、まあ、ちょっとね、もう、まあ、馬以外でね、ちょっとトラブルっていうのはね、本当もう情けない限り、馬主ね、本当情けないね、みたいな感じになるんだけれども、ただね、ちょっとここはまだね、終わったわけじゃないと、まだ終わってないということで、ここはちょっとね、まあ、必死に耐えていきたいと思います。はい。本当、北山の子は、まあ、本当に順調で、このままの調子でいくと、おそらく来月、園田、まあ、大浦牧場ね、の方に、入るんじゃないかなというふうに思います。なので、来週、そうだね、再来週にはもう入ってるかなと、いう感じです。はい。なのでね、まあ、そこまでなんとかね、この子を、まあ、迎え入れてあげたいなと。そのためにもね、ちょっと、まあ、馬主、まあ、ほんとね、馬主といえども、やっぱりちゃんとこのプライベートっていうの、なんか、まあ、そう、馬以外でね、トラブルってことで。プライベートっていうか、もう本当、本業がね、しっかりしないと、もう最近本当に多いんだよ。まあ、マンボビンの馬主さんもね、エルコンドロパーサーの馬主さんもね、破産しましたと。だ、まさになんか俺もみたいな。一言だと思ったら、俺もみたいな。まあ、感じですね、っていうことで。まあ、なんとかね、乗り越えれば、絶対にあるから、マジで。絶対にワンチャンあるから。だからね、俺も本当にちょっと必死でなんとか生きる道を探したいと思います。ということでね、また配信やるときはツイッター流しますんで、よかったら見ておいてください。はい、じゃあ今日こんな感じで終わります。どうもありがとうございました。